こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちらソウルスリンガーエンボイオブデスをプレイしていきたいと思います。デモ版です。今回は Steam Next Fest で公開された作品ではなくて、ちょっと前に公開されている作品です。まあまとめ動画では一緒に紹介しちゃうんだけどね。ということで、ソウルスリンガーエンボイオブデスは一人称視点の FPS 作品ですね。一人称視点のシューター作品で、ローグライク作品となっています。周回ごとにステージ、敵の配置などが変わり、アップグレードアイテムなどが初期化されるという例の仕様です。本作では煉獄に迷い込んだガンマン、ガンスリンガーを使用して、敵はね、カルテルのような敵というふうにあらすじで書かれてるんですが、ちょっとプレイしてないので確証はないです。魂を集めているカルテルがいるようで、彼らを倒し、煉獄からの解放、自らを解放すること、生き返ることが目的となるようです。では早速プレイしていきましょう。例によってオプションをちょっとチェックしてからやっていこうか。少しね、重くなってるらしいんです、今作。ただ軽く起動した感じだとそうでもなかったんだけど、まあ、配信ということ、収録ということもあって、ちょっと低めに設定しています。ミディアムにしてやるよ。初期値は全部ハイになってた。念のためね。まあ、モーションブラー自体は私あんまり使わないので、ローとかオフにしちゃうんですけど、ボリュームはこんな感じ。かなり調整も効きます。ゲームプレイはこんな感じですね。例によって、例のごとく、プレイはコントローラーで一部プレイ可能なので、ここは実はマウスでやってるんですが、コントローラーでやらせていただきます。では、オープニング見ていこうか。They say that Limbo is a world made from memories of the dead. The memories can be treacherous. Sometimes I only see glimpses of mine. あ、現代の人なんだ。And sometimes I remember too much. あとガンスリンガーの名前がそのままソウルスリンガーになってますね、タイトル通り。いいね。私、西部劇もの大好きで、西部劇に登場する銃とか大好きなんですが、今作、銃とかトレーラーからだとすごいよくできてる感じだったんですよね。WASD と出ていますが、コントローラーでプレイしています。あ、ダッシュがあるのね。操作いいね。かなり移動が早い感じ。ジャンプ。Oh no!よし、こちら。あ、ここはダッシュだな。何もないよね。ここのちょっと、あのゲーム開始段階までは一回来たんですけど、音量調整がてらね。パルテル、左。うん、エイムができる。あ、あ、リロードそういうんだ。ああ、チャカチャカやらないんだ、残念。チャカチャカ欲しかったな。ティアーズ・オブ・オブリビオン。忘却の涙？なんだろう。あれかな、永続強化用のアイテムなのか、お金なのか。その周回用に使うね。これ、オートエイムっていうか、ちょっとエイム補助あるのかな。あ、ないな、これ。コントローラーだとちょっと難しいですね。結構早い作品なので。主人公が何か説明したけど、スペクトラルストーンシャード。これ別のやつなのか。と、ゴールド。
ほう、これはどれがどれなんだろうな。開いた。まだチュートリアルだろうからな。ステージの継承はかなり面白い感じか。コントローラーだとやりづらい。近接、近接ないの？近接あるあるある、近接。Find the cursed king。 呪われし王を見つけ出せ。これ全滅、全滅じゃない、ごめん、無限巻き。このピースメーカーを開けてチャカチャカするの欲しい。ファーストリロード。あー、ちょっと待って、ロード中にファイヤーボタンもう一回行くとクイックリロードになる。これですね、あの中央のゲージ、こうインディケーターがあるのが分かりますかね、バーがあるの、あそこの間で攻撃ボタンを押すと、ロードじゃないですよ、リロードボタンじゃなくて、こういうボタンを押すと、押すとリロードが完了するっていう感じですね。なるほど、了解した。で、あの説明はいつになったらなくなるんだい？こいつがカーストキング。お前バイキングじゃん。Withdraw your forces. First and only warning. You take the souls back to your master. The rest of you kill him.高いから結構逃げられるんですね。こいつら速いように見えるけど、まあめちゃくちゃ当たってるんだけど、ちょっと走ってくる以外のやつも欲しいな。ソウルエッセンス、エッセンシャルコレクションオブグレイトフォーソウル。ああ、これね、なるほど、そういうことか。よし、マウスじゃないとダンプっぽいな。よし、うん、このパークを取れと出てる。よし、取ろう。エクスプロージョンラウンズ？爆発する？効果ちゃんと見なかったんだけど。何だった？ソウルエッセンス。これ扉1箇所しか今はいけないけど。あー、なるほど。待って。今、コントローラーでどこを押せばいいのかを見てる。上ボタンね。エクスプロージョンラウンズ、よし。なるほどね。こいつは使える。敵は基本的に遠距離攻撃の人はあんまりいないのか。主人公西部劇の人と戦ってるかと思ったらバイキングっぽい人たちと戦ってるもんな。多分階層とかによって支配してるやつが違うっていうことだとは思うんだけどね。それっぽいこと言ってたし、ああ、あれなんでもないか。うん、敵を倒した後、与えるダメージ 40% アップ。Bonus damage for each missing health point you have。 これかな。 HP が1点減るごとに、あー、ごめん、そうだね、 for each missing health、 そうですね、ヒットポイントが1減るごとに 0.5% のダメージボーナスが出る。右のはあなたがダメージを受けると近くの敵もダメージを受けますよっていう感じですね。
インベントリー、パッシブスキルとかもあるのか。ヘルスアトリビュート、ヒーリングパワー、なるほどね。 OK。 そうだね、現在はどこに進めばいいのかが決まってるみたい。チュートリアルだからね、デモ版だし、普通にランダム生成されるかどうかは不明。よし、エクスプロージョンラウンド強いな。何もないな。ダッシュをした後、その場に電気ダメージを与える何かを設置する。Replaced for a lightning attack that deals area damage。ここはそうですね、これにしましょうか。右かな？左か。フォースのサムシングができる、あれですね。フォースライトニングが使えるようになる。気分はダークサイド。やはりこういうタイプの作品ですと、単調にならないように、こういう能力が必要だと思うんですよね、個人的には。敵が一時的にスタンドされるのね、なるほどね。なるほど。まあ、デモ版だしね。敵が引っかかるはあるあるなので、しょうがない。ティアーズ・オブ・オブリビオンを入手するたびにヘルスが4回復する。Whenever you take damage, so the 近くの敵にダメージ、choosing this way, you spawn elite enemies nearby. Defeating them will return into a primal essence. これ見てみましょう。取ると強力な敵があなたの近くに出現します。その敵を倒すことによって強力ななんか装備がもらえる。おっと、俺もダッシュできるぜ、兄弟。俺もダッシュできるよ。できるけど、一体もう一体出てくるのはよろしくないかな。よろしくないかな、それは。それはあまりよろしくない。Oh no! Oh no! おのれ。おのれ、せっかくやろうと思ってたのに。You have fallen! はい。チュートリアルで殺された。調子に乗ってしまったから、まだ死ぬべきではなかったのに。強化とかがあるからちょうど見えるね。チェックしてみようぜ。Back again. Heaven. Death. Soul Slinger.Souls. Right. This essence is heavy with souls of the dead. The cartel grows bolder. Yeah, greedier too. Some of these souls are prepared to cross over. I must bring them to the gate before restoring the others. Follow.なるほど。死に頼まれて、死神に頼まれて、魂を集めているのか、カルテルの盗んでいる。のさばらせるなよ。煉獄の誰だ、支配者。誰かなんかやってないのか。なんとかしろよ。そうですね。あなたが死ぬたびに、死神はあなたのステージで入手した、アビリティなどを奪っていきます。ですが、ティア、ウェル・オブ・ティアでアップグレードしたものや、作り出したアイテムなどに関しては残ります。そうですね。この永続的なアップグレードを利用して、新しい道を切り開こうというふうな感じになっています。
Lady Valerie. Soulslinger. Welcome back. So, first glimpse of the parts of Limbo under cartel control. How was it? Oh, different from here. Compared to this, you wouldn't think they were both the same afterlife. They're not. Not really. Haven is quite unique thanks to death. As for Limbo, you'll get used to it. It's always getting twisted by the will of the souls within. Particularly the overzealous. You mean like the cartel? Or its head. You should probably go see Death. Oh, any idea what this is? A tear of oblivion. Raw spectral energy. We can use those. Just add it to the well of tears. 主人公以外もいるのか。この子もプレイアブルキャラクターになったりとかするのかね。できないか。これか、移動。You may find the healing shrine in Limbo that restores your health. あー、なるほどね。これ、今一番上のを選択してるんですが、これ、Limbo で、まあステージ中ですよね。15% の、たまに 15% の HP を回復してくれる井戸を見つけることができるようになる。リベンジ。なるほど。Unstoppable。あ、これアップグレードの仕組みがちょっと特殊ですね。まあ今回はこれをアンロックするしかないわけですが。仕様ですね、もうこれ。もうやったので、次。What are you doing? Souls must be whole to cross over to the other side. If these are undamaged, they may pass through the gates when they are ready or stay here.But those souls that are broken no longer have that choice. Any damage, any scarring, and the gate is barred to them forever. Yeah, I know.傷ついた魂は門をくぐり抜けることができないみたいだね。主人公がその傷ついた魂だったから雇われてるんだろうね、死神に。雇われてるというのかどうか。あと武器作成が知りたいんだが。現状できなさげか？ダメです。18th time you have tried that. I fail to understand why you think this attempt will be any different. So, where am I going to next? Back. Workshop. Any upgrades? ダブルバレルフューリー。なるほど。欲しい。材料がないね。これは将来的には強化もできそうか。Our enemies have a red glowing outline. あ、これいいですね。エリック。There we go. つけとくと敵が縁取りされて、まあ、敵がどこにいるのか見えるようになる。っていう感じですね。そうですね。リンボをさらに進め、さらに探索し、新しいアイテムを解放しよう。なるほどね。将来的には武器の強化とかもできそうな気もするね。敵のアウトラインがどうなってるかチェックしよう。うん。
これはランダムなステータスボーナスを手に入れる。ギャンブル。ヒーリングボーナス5。あ、こんなのがあるんだ。上の何も欲しくなかったらステータスを強化するっていうのがありますね。試しに取ってみただけなんだけど。おっと、いきなりムービーだ。誰だあれ、ガンスリンガーっぽかったな。Flashes are happening again. Same as last time. Who was that? I can't I remember. たまになんか思い出すみたいだね、主人公。誰なんだろうね。あれか、アウトライン。まあ、なくても一応見えるようになってるので、レリック多分ね、無限につけることができるとかじゃなくて、つけられる数が限られてるから、このアウトラインを出すってやつは最終的に使わなくなるとは思うんだけど。もう一回やってみよう。ここは人柱にダメージボーナス。なるほどね。ただ大体のケースは新しい能力取った方が無難かな。ヒールね。例えば能力とか新しい攻撃方法とかがあったりとかするので、基本はボーナス取った方が無難だと思う、ステータスアップより。まあ、ステータスアップも悪くはないんだけど。エンバー・オブ・ドリームズ。これ、物を作るのに必要だったやつじゃね？能力取るか、素材取るかっていう感じか。なるほどね。こいつら全員カルテルなのかな？武器ないんですよね。その代わり、結構走ってくる。まあ武器ないっていうか、クロスボウみたいなの使ってるけど、ガンスリンガーみたいなの撃つわけじゃないんだね。これ主人公はなんでガンスリンガーになったんだろう。さっきのレディーナンジャラさんは、全然武器のタイプが違いましたよね。じゃこっち行きましょうか。デスズオファー、チャームオブアキュラシー。ソウルスリンガー。ダッド、What are you doing here? Didn't you say Limbo was off limits for you? For sustained periods, yes. Hence my need. さっきの設計図みたいですね。チャームって出てたから、まあアクセサリーですよね。アキュラシーだから命中精度？Which brings me to you. I've been watching your progress.Satisfactory, but I believe you may need that assistance sooner rather than later. Well, I don't know about. Wait, you're watching my progress? The envoys of death are always under my gaze. Wherever they go, whatever they do, whatever they see, I see as well. So, no matter what I do, you're.Always watching me. Great. So, what's this assistance you were talking about? A temporary infusion of my power. It will provide you with further strength and abilities. 多分金払って一時的に強化がもらえるやつだね。Before that, you may find this a temporary hindrance. A deal with a downside, huh? Why does that sound familiar? I'll take it.ああ、違うや。なるほど。これ、いいところと悪いところがあるタイプのやつですね。The resistance for the rest of this attempt.
Your maximum health is hit by 50%。 これですね。敵の攻撃に対する耐性が 20% この周回では高くなります。耐性が、ただしあなたの最大 HP は 15% 減少します。今撃った弾は 15% の確率で自動的にリロードされます。次の戦闘ではあなたはダッシュができません。 Ultimate Ability Press C to cast a powerful death spell. Your healing power is hidden. これ使ってみよう。アルティメットアビリティ。 Thanks for the help. Any other assistance you can give me?No. なるほど。レースの強化、お金払って強化ではなくて、何か強化がもらえるけれど、その強化にはデメリットもあるよっていうタイプのやつですね。じゃあこのアルティメットファッキングデスパワーを使ってみよう。なるほど。近づいた敵を攻撃してくれる感じかなこれ。ああそうだね。強力だけどエフェクトは地味だな。低下するのがヒーリングパワーだから、まあ大丈夫っちゃ大丈夫よ。ただ、リロードがすごい時間かかるね、当然だけど。まあ強力だしね。何が当たってるの？あなたの弾丸は敵を 60% の確率で燃焼状態にする。なんだあれは。エンポリウム行ってみようか。気になるな。おお、Welcome to Deadeye McGee's Emporium! Wait, you're a pirate. I see your master recruited ye for your wits. I, Corky Deadeye McGee, at your... こいつデザインかっこいいな。What's a pirate doing in the middle of the Old West? You didn't think old Limbo was just some puffed up penny waste version of the New World, did ya? There'll be other parts, lad, like the sea, and...Other places. There be more in the depths of Death's realms than ye might know or want to know. That doesn't answer the question of why you're here. Are you working with the cartel? Those scurvy dogs, nothing but trouble, I tell you. Besides, I might sell me mum to Davy Jones, but at least Davy Jones pays.Those brainless blighters don't know what they're carrying. But them that fights them now, there's an opportunity for coin. And I always had a nose for opportunity. Till it fell off, of course. So I loaded me cargo, hoist the sails, and followed me nose up here. I see. And what's your nose telling you now? You're a gent willing to part with your coin if it gets you something handy. Why not take a look at me wares? A little gold will get you all manner of useful trinkets from the depths of Limbo. Hey, you realize the gold isn't real, right? Aye, but what's a pirate without his chest of doubloons and pieces of eight? Now, see what I've got on offer. All right. Thanks.買い物して一時的に強化できるやつですね。まあ金がねえっていう最大の問題があるんですが、これは。You take damage, this should fully block it, then this offer grants in second of invulnerability. なるほど。よし、さよならばだ。また金があるときに来るよ。結構攻撃力は死活問題だな。意外と敵が一発で倒せなくなってきちゃう。そんなに敵の HP は上がらないタイプかと思ったけど、
やはり最終的には永続強化で武器の攻撃力とかも上げられるのだろうか。あ、やられそう。やべ、落ちるとどのぐらいダメージ入るんだろう。死ぬ数多いな。やべ、落ちると即死か。あ、なるほど、死ん即死ではないけどちょっとダメージよくね。ダメージ受けちゃうね。敵を燃焼させるやつ結構効くね。即死しない敵には持続的にダメージを与えるから、今敵の HP が上がってきているのでかなり効果が出てきている。当たるかと思った、びっくりさ。ちょっと HP を回復したいんだけど回復薬出ないかね。出ないよね。結構置かれてるには置かれてるんですよ。ただ全然出ないね。ボスだなこれは。とりあえずボスを見たい。違うの、エリートかな、あのマーク。ここには何もないのか。ファイヤーガードとライトニングガード。なるほど、終わった。ちょっと待って、デスさん、デスさんお願いします。なんだあれ、毒ダメージ。あの状態はまぐれで俺攻撃当たってないだけだからな。どっちかだけでも先に倒したかったんだけど。今たまたま死んでないだけだぜ俺。やられた、己。もうちょい頑張ればいけそうだったんだけどね。素材溜まってないと思うけど、武器作れるかだけチェックしてみようか。武器を2つ持ち込み可能かどうかというのもちょっと気になってるところではあるんだけど、さすがに2つ持ち込みは無理か。おのれ。Is death always... こうしてくるね。やったって。Time for some upgrade. まあ、ゼロなんですけどね、やってなかったから。バトルシュライン。So, what happens if an envoy? Can I make something? ああ、足りないか。残念。これですね。Every time you finish an encounter without missing a shot, you gain bonus damage. This effect stack. お、いいですね。敵の攻撃を敵に一つのエンカウンター、まあ1エリアですよね。を攻略し、もし銃弾を一発もミスっていなかった場合は、ダメージボーナスが追加されていく。これは面白い仕様ですね。あの、撃つのがうまい、エイムがうまい人であれば、エイムがうまい人であるほど、どんどんダメージが蓄積していく。逆にショットガンとかだと使いづらいか？判定どうなってるんだろう、ショットガンだと。ほら、弾がばらけちゃうから、もしかしたら弾がばらけてたとしても一発でも当たってれば当たった判定になるのかな、撃った時ね。どうなんだろうそこら辺は。さてと、では改めて皆様ご視聴ありがとうございました。ここら辺でプレイを終了したいと思います。いかがだったでしょうか。これ強化とかはあるんだけど、基本は実力で勝負するタイプになっていますね。で、現状だとエイムアシストがないので、コントローラーだとちょいやりづらいかな。かなり、ペースが速い、打つペースとかが速い作品なので、どっちかっていうと、マウスとかでやった方がやりやすいかなっていう現状だと。軽くエイムアシストがコントローラーでも入るようになれば、まだ良くなるかもしれないけどね。入ってないと思うんだよ、エイムアシスト。思うんだけどね。もしかしたら俺がただ下手なだけかもしれない。その可能性が非常に高いので、そちらは注意ね。
ゲーム的には西部劇風な主人公の攻撃とか銃を使っているけど、もうちょっと敵とかも西部劇風なのかなっていうところがあったんだけど、武器とか側が西部劇風、主人公の他はパイレーツとか、そのいろんな時代のやつらが混ざってるっぽいので、服装とかもそうだけど、完全に西部劇風って感じではないですね。主人公がガンマンっぽい、ガンスリンガーなのでちょっと雰囲気があるだけで、リロードの仕組みがね面白いんだけど、あのシステム自体は。ただこうチャカチャカリロードしてないので、よりやはり西部劇風な要素が少なくなってしまった。ちょっと個人的な残念、西部劇的な要素をこう側とか演出で期待してたので、そこが少ないっていうのはちょっと個人的には残念です。ゲーム性的には面白いので、このタイプのゲーム性好きな方はぜひチェックしてみてください。注意点としては、先ほど言ったように永続強化でどうこうできるって感じじゃなくて、永続強化でアンロックされるのは施設とか、一部まあ強化もあるんですけど、これとかね、なんかボーナスダメージがあるとかがあるんだけど、どっちかっていうとこれ要素をアンロックするだけで、基本は腕でなんとかしてっていうところが大きい印象です。逆に FPS 系が好きな人はすごいハマれるんじゃないかな。ぜひチェックしてみてください。それでは今回のプレイはここら辺で終了したいかと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私のツイッターへのリンクなど貼ってあるので、気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。たまにライブ配信などもしているので、ぜひ遊びに来てください。それでは今回のプレイはここら辺で、間違えて門の中に入ってしまった、もう終わりだ、おしまいだということで、今回のプレイはここら辺で終了したいかと思います。皆さんはまた次の作品でお会いしましょう。ホビドアでした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。